こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今週も皆さんお疲れ様でした。さあ、土曜日ということで、YouTube ニュースまとめいきましょう。今週も動画から未来を考えていきましょう。2020年6月第3週、6月13日から19日までに起きた YouTube 関連の気になるニュースまとめです。さあ、今週の注目ピックアップなんですが、ちょっとまとめていきますね。池上彰、教育系 YouTuber にオリコンニュース6月15日。YouTuber ケミオトーク番組、朝日新聞6月20日。佐藤健、謎解き系 YouTuber 一本で行く宣言、ウェジ6月20日。カズレーザー歴史を教えてる YouTube チャンネル朝日新聞と来てまして、まあ、今週ですね、その相変わらず芸能人の方の新規チャンネル、増えていたんですけども、目立ったのがやっぱりその企画ですね。これまでもそのオリエンタルラジオの中田さんがね、YouTube 大学やられてましたけども、多分あれって個人の本当に、パワーでやられたと思うんですけど、多分こういった今言った方々っていうのは多分企画があってたと思うんですね。で、これまでもこのニュースまとめで、YouTube の、関連ビジネスの活況ぶりをいろいろねお伝えしてきました。ですから多分これらの方々もそのやっぱりブレーンがきっともう最初から多分いるんだろうなと思わせる、作りなんですよね。ですから本当、芸能人の方もいよいよそのテレビと同じように企画ありきで、参入する時代に入ってきたなという気がします。ですからそう考えるともうあれですよ、初めて YouTube に触れるねちっちゃい世代とかって多分もうテレビを見たら、あれこのテレビでやってるドッキリって誰々チャンネルってこれやってたパクリじゃねとかなんか思いそうですよね。いやでも本当ね、いよいよテレビと YouTube で逆転してきてるなっていう感じは、強くなってきましたね。動画制作ビジネス関連、カノエラナ有料生配信ライブ、株式会社ハピネットのプレスリリース、6月13日ね、有料ライブ来ましたね。ハピネットさんですか。やっぱりこれからね、有料配信増えそうですよね。だからあとは本当プラットフォーム次第ですよね。夏休みにマイクラ実況バーチャルキャンプ開催、フルマ6月15日。フルマさんね、YouTuber 向けの教育ビジネスでたびたびこのニュースまとめでもお伝えしてますが、夏休みにマイクラ実況ですか。今年でもね、夏休み多分短いだろうから、どういう日程でやられるんでしょうね。不動産業界特化の YouTube 運用代行サービス、ニタコプレスリリース、6月15日。ああ、やっぱりもうだんだんね、業界特化になってきそうですよね。360度 VR 動画ね、やられるんですかね。ちょっとそのあたりは書いてなかったんですが、どうなんでしょうか。ウィズコロナ時代の音楽を語る YouTube ライブレポート、ビルボードジャパン6月15日、ね、音楽業界では有名なメディアのビルボードが、特集ですよ。いや、やっぱりね、だからウィズコロナの時代って要はその、バーチャルファーストの時代なんですよね。だからそういうプラットフォームが早めに、ね、どんどんシェア取っていったところが勝ち残っていくという感じなので、 YouTube もここはね、あぐらをかいてるタイミングじゃない、時代じゃないので、必死にいろいろなところを取ってきてるという感じなんでしょうね。矢沢永吉、伝説ライブ3本初の有料配信へ、スポニチャーネックス6月17日。はい。矢沢永吉さんもついに有料配信ですよ。いや、ほんとね、コメントからは、俺だって食わなきゃいけない。ね。たくさんね、スタッフの方抱えてるでしょうからね、本当そうですよね。法人向け YouTube 運営ノウハウメディア A プレスノート開始、プレスリリース6月18日、はい、動画編集の制作プロダクションが、まあ、メディアを作ったと。だからまあ動画制作のその界隈ビジネスが活況とはいえ、だいぶ競争もね激しくなってきたということですかね。YouTube アカウント認証情報の盗難及び売買が新たなサイバー犯罪トレンドになっていることを警告、インサイト、6月18日。これはよろしくないですね。皆さん気をつけましょう。YouTube が
新広告フォーマットを発表。テッククランチジャパン6月19日。はい。インスタグラムとかね、フェイスブックもいろんな今、プラットフォーム新しいの出してますから、そのあたりの対抗ですかね。YouTuber 炎上関連。霜降り明星粗品によるボカロ楽曲が支持される理由。リアルサインド5月31日。ね、粗品さん、そう、知らなかったんですけども、全然普通にアーティストなんですね。知らなかったです。ほんとすごいですね。星野源のオールナイトニッポン YouTube ライブでの同時生配信が決定。日本放送6月17日。うん。まあ、そりゃそうですよね。YouTube ライブで公開収録しながらオールナイトニッポンやれば、ね、そっちの広告収入も入りますから、もうこれ当然の流れだと思いますね。実際小泉今日子さんのラジオ番組でもこういう形態をされるとのことです。e スポーツゲーム実況関連。フォートナイトリアルタイムイベントザ・デバイスには1200万人以上が参加と。ゲームスパーク6月16日。はい。いやもうどんどんオンラインイベントがね、活気を呈してますけど、本当にそのバーチャルワールドへの注目が本当、ね、世間でも認知されつつあるって感じですよね。だからコモディティ化、一般化に、ね、伴って、ヘビーユーザーの方々が、ね、Apex とか他のコアなゲームの方に行くっていう流れも一方であるんでしょうね。うん。フワちゃん最強説が流れる理由。フライデー6月18日。そうなんですよね。やっぱりバーチャルファーストで、テレビメディアは、リモートがもうベースになってますから、そうなるとやっぱりピン芸人の人が強いんですよね。で、まあもともとね、フワちゃんは YouTube 出身ですから、まあそりゃそうなりますよね。あと何気に彼女、歯並びが綺麗っていうのもね、実は僕は、好まれるところだと思ってます。Apex Legends、スイッチ版とSteam版を発表。ゲームウォッチ6月19日来ましたね。いやー、まだ発売日が、書かれていませんが、秋に来るとのことで、ちょっとこれは楽しみですね。小籔さんが、ステイホーム中に起きた身体の変化とは、e タレントバンク6月18日。小籔さんあれなんですよね、フォートナイト実況をやられてるので、眼精疲労がひどすぎてということですね。本当、e スポーツプレイヤーもそうですけど、目の健康にはね、気をつけましょう。データ統計関連もそのままいっちゃいますね。中国におけるライブストリーミングの動向、インフォコムニュースレター6月15日、こちらはね、いろいろな中国の e コマースとかライブストリーミングとかの、ネット関連のデータがたくさん出てましたので、よかったら見てください。米国、英国、スペインの子供たちは YouTube と同じ程度の時間を TikTok で過ごしている。テッククランチジャパン6月16日と。こちらも、様々なメディアとの接触時間について書かれている記事ですので、これは本当に必読ですね。まあでも確かにそうなりますよね。すごく長い記事のブログよりは Twitter、YouTube よりは TikTok。まあまあそうなりますよね。でも TikTok ね、本当、見せ方がうまいんですよね。これはね、本当いつも思いますね。テレビ×YouTube クロスメディアリポート機能追加。インテージ6月18日。まあ、こういったデータをね、マーケティングするようなツールの会社が市場レポートを発表したという話ですね。ビジネス関連やられている方は購入されてみてもいいんではないでしょうか。フォートナイト運営元企業価値 1.8 兆円で800億調達へ。フォーブスジャパン6月17日。フォーブスジャパンというのは本当に世界で有名なビジネスメディアなんですよ。ビジネスメディアがこういうフォートナイトの、ね、企業価値について語るというところがもうすでにコモディティ化ですよね。ですからまあこれ非常に面白い数字いっぱい出てますので、よかったら見てください。さあ今週も新規チャンネル解説たくさんありますね。アスカキララさん、グランロディオさん、それからもう番組でね、派遣の比較の企画ですね。それから西武球団のマスコット小林明さん、アルプロン、それから、プロゴルファーの松山さんとかアスリートさんが続々、小山田総平さん、あと神木隆之介さんね、ビッグネーム来ましたね。それから石橋貴明さん、それから大杉愛理さん、この方ミステリーハンターの方ですね。
ですから動画でバーチャル旅行をやってました。それからキャインさんね、本田マリンさん、それからアナウンサーさんももう、デビューがテレビより、YouTube が先というところと、あとは声優の事務所さんですね、響さんというところの、公式チャンネルが開設ということですね。いやー、であと気になるニュースはぜひノートの方でも見てください。ノートで、全部のリンクが確認できますので、よかったらフォローなどもお願いします。はい、というわけで YouTube ビジネスがね、まさに活況を呈してるなっていうことを伺わせる芸能人の方の企画ありきの、進出が本当目立ってきましたね。だから本当にメインストリームになってきたなという感じです。ただ一方で、まあその YouTube やスマホを生かした企画っていうのはまだそんなにないかなと思うので、まあこれから本当そういう勝負になってくるんだろうなという気がします。ですからまあ僕もね、今まで以上にあのリスナーさんとかあのスマホとかフォートナイトを意識したちゃんとね、刺さるコンテンツをね作っていこうという思いを新たにしました。今週の以上 YouTube ニュースまとめでした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。来週1週間が皆さんにとって良い1週間になりますように。そして来週もみんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。